さあ続いてはスーパー SS クラスの予選ヒートになります。レース進行に先立ちましてグリッド紹介していきましょうか。スーパー SS クラスポールポジションカーナンバー12番横田秀則選手、2番グリッドカーナンバー49番チーム TKC 平松元春選手、3番グリッドカーナンバー7番チームオーガスト弓場博史選手、4番グリッドカーナンバー13番チーム TKC 山内隼人選手、5番グリッドカーナンバー4番ウェルストン沢井正幸選手、6番グリッドカーナンバー46番チームオーガスト中村徹選手、11番グリッドカーナンバー7番チーム TKC 高梨誠二選手、カーナンバー8番カーナンバー55番 SRJ 怪し眼科伊勢谷隆選手。以上8台スーパー SS クラス予選ヒートまもなくスタートになります。いいですね。もう一周のハンドサインが手が高く上がってました、ね、皆さん四十肩で大変でしょうけれどもしっかりとね肩が上がってました。ちなみに今日2回のブームは四十肩です。四十肩です。僕も今日肩上がんないです。あ、上がるとか、あ、裏切ってる人が横にいますけどね。僕ねちょっと余談なんですけれども木曜日金曜日と名古屋までエルフトラックを運転してたらですね、最近マニュアルあんま運転してなかったんで左肩がすごい痛くなっちゃったんですよね。マニュアルの運転で左肩が痛くなるというところでですね、皆さん日頃運動してますか？元気ですか？さあそんなわけでね、さあスーパー SS クラスの予選ヒートまもなくスタートになります。このクラスはですね、まあ、要は平均年齢がルールで年齢が決まってて30歳以上でしたかね、という方で、が参加できるというクラスになっています。さあシグナルブラックアウト予選ヒートスタートとなりました。さあ横田選手がスッと前に出ていきましたね。ユニバ選手は今1コーナー慎重な走りでしたね。タイヤがちょっと温まりきてないのかなという感じで、各社1コーナーのコーナリングがですね非常にですね、安全運転でしたね今。さあスーパー SS クラス6コーナーでの攻防戦が今熱かったですね。さあこの中段グループの6コーナーでの攻防戦、ラインをね絶妙にお互い残しながらの攻防戦でした。さあ順位の方おさらいしていきましょう。トップはカーナンバー12番横田秀則選手、2番手にカーナンバー7番弓場博史選手、3番手にカーナンバー4番沢井正幸選手、4番手にカーナンバー49番平松選手、5番手にカーナンバー55番伊勢谷選手が上がってきております。さあトップの横田選手に弓場選手が追いついてきましたね。さあ真っ白のヘルメットに真っ白のレーシングスーツ2番手走る弓場選手がその前を走る横田選手に迫ってきました。さあ2周を終えて3周目です。さあ弓場選手はこのまま後ろでしばらく様子を見るのか仕掛けるのか。さあ一気に差を詰めてきましたね。
さあどのタイミングかで行くのか、はたまたこれ、まあ、ユミバ選手の後ろ2番手を今走るカーナンバー7番のユミバ選手の後ろ少し間合いが空いてますからね、3番手の沢井選手に対して間合いが空いてますから、まあ、無駄な争いは避けるのか、はたまたバトルを楽しむのか、ね、まあ、言ってもこのレースっていうのは皆さんね、特にスーパー SS クラスはレースを楽しんでるドライバーたちが多いですから、その辺はね、優勝するのが楽しいのかバトルが楽しいのか、各ドライバーね、いろいろ楽しみがポイントがあるでしょうからね。さあ、ユミバ選手が行きました。1コーナーで仕掛けていった。トップが入れ替わりましたね。カーナンバー7番真っ白のレーシングスーツユミバ選手がトップ、2番手にカーナンバー12番の横田選手と順位が入れ替わりました。さあ、横田選手はですね、今年今2番手を走る横田選手ですが、今年ぐんぐん力をつけてですね、まあ、今年レースの頭の方の参戦の時はブレーキングから単位でマシンがフラフラと挙動がするところがですね、今見るともうしっかりとね、綺麗に安定した走りになりました。もう1年間通年してしっかりと練習を重ねてきたんだなという感じさせる、いう走りです。トップはカーナンバー7番ユミバ選手、2番手に横田選手、ここは変わりません。3番手にはカーナンバー4番沢井選手、沢井選手が少し追いついてきましたね。さあ、横田選手に対してカーナンバー4番の沢井選手が追いついてきた感じがします。さあ、まもなく5周を終えようといったところです。上位この3台がワンパックとなっての走行になりそうです。そして今映像にも映りましたが、少し後ろ4番手にはカーナンバー49番の平松選手がつけています。5番手にはカーナンバー55番伊勢谷選手と続いています。さあ、トップグループバックストレート、向こう正面バックストレートに帰ってきました。さあ、6周終えて現在7周目、トップは中盤から前に立ったユミバ選手が守り続けています。さあ、しかし横田選手が間合いを詰められるのか、はたまたその後ろ3番手を走る沢井選手が前に出てくるのか、このあたり注目したいと思います。そろそろ沢井選手が仕掛けるかなというね、今6コーナーでもピクッてインに向けようかとしましたね。沢井選手、そろそろどこかで仕掛けそうな動きが 見受けられるのが、現在3番手を走るこの黒いレーシングスーツ、沢井選手です。さあ、横田選手若干ペースが落ちてきたのか、はたまたユミバ選手がペースが上がってきたのか、上がってきたのか。メインストレートではですね、少し差が開いたり開いたりとしているのがこのトップ2台ですね。8周を終えて9周目に入りました。8周を終えて9周目に入りました。さあ、横田選手今3コーナーで入ろうかな、やめたって感じでしたね今ね。さあ、でもあの迷いっていうのが、そのちょっとした迷いがカート半分ぐらいの差となって現れてくるんですよね。そう、行くときは行く、行かないときは行かないっていう、その決断力、仕事でも大事です。決断力、僕にないものですね。僕の決断力はお客様任せ。どうもレッツ若ちゃんでございます。お世話になっております。さあ、ユミバ選手、横田選手、そして沢井選手という形で
順位の入れ替わりがありません。ファイナルラップ、さあどうでしょうか。沢井選手かな、沢井選手が仕掛けるか、6コーナー。さあここは入りきれない。さあ横田選手も前を詰めてきた。トップの弓場選手に迫ってくるが、さあ予選ヒート、ここはどうだ。モナコヤピン行くか、横田選手入っていった。さあ弓場選手3番手まで一気に順位を落とした。トップでゴールしたのはカーナンバー12番の横田選手、2番手に入ったのはカーナンバー4番の沢井選手、3番手にカーナンバー7番弓場選手、4番手にカーナンバー49番の平松選手と続いております。暫定ですがこのような結果、スーパー SS クラス予選ヒート終了となります。続いてはパンサークラスの予選ヒートになります。続いてはパンサークラスの予選ヒートになります。ダミーグリート集合されてない方は大至急集合をお願いいたします。